Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、星ヶ瀬口の日本人アニメリアクター、Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、てっぺん第5話、ランプのショーです。なんだろうか。ランプのショー。かな、どうだろう、わかんねえ。まあ、まず前回のおさらい第4話、セレブリティがね、まさかだったね。そら自分一人だけが違ったらさ、ああいう風にも考えるよね。いつも3人でいるけど私だけ本当のセレブじゃないんだっつったら、ああいう気持ちにもなるよ。でもだからといってね、こう何でもかんでもやっていったら本当の自分を見失うよなっていうのはあるよね。でもそこにちゃんと自分で気づいて、こうじゃないってなって、でそこでこうやっていくうちに、それを見てる他の面々が、いや私もっつってね、あのドレス作ってくれたじゃん、あれよかったね。で、あのパーティー会場行っても、なんつった、なんか貧乏人が入ってるとうんぬんとか言ってきてるおっさんにさ、あのお茶をぶっかけて、私のお友達をって、あれよかったじゃん。やっぱあのまんまね、あの何セレブだからっつって周りは話してこなかったけど、そのお笑いが好きっていう一つのところだけでこうちゃんとお話をしてくれたっつうの、やっぱね、その当人たちは分かってるわけだからね。そういうのは良かったなって思った。今回はどうなるんだろうね、分かんないけど、まあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。天もあんまり見てる人が少ない感じだな。よし、面白いけどな。まあ、でも俺の面白いとね、見てる人の面白いは違うからね。はい、それではアベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。なんかいつもと違う、漫才から始まんの。6時、ジュピトリス、マジの宇宙人切ない、マジの宇宙人っぽい。なんか光ってんだけど、絶対地球人じゃないやん。ゾエ、ほう、すげえ具体的やん。そうだね。
絶対宇宙人やん。浮いてた。海外のって浮くの？何今の？何今の？あれ？ループしてない？これが七不思議なんでは。お、大丈夫かこれ。なんか全然違うぞ今回。ていうかやっぱマジの宇宙人おるよな。地球外生命体が一人混ざっとるよな。なんか光ったんだ。あれなんだろう。そういえば第1話で UFO 呼び寄ったよな。じゃあねみたいな感じで手を振り寄ったしな。本編開始。ランプの書。なんかいつもと違うぞ。デジャブや。6時36分。これさっき聞いたな。なんか進んでる。浮くんだねーでブーブーってなるな。なんだ。また戻った。大物理。あれ？やばいぞ、これどうする？
うん。かも。なんかぽいよね。これだ。これだ。ピンポン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 。なんだこれ。ランプってこれ？光るやつ。ツッコミ？マジか、これ都市伝説か。七不思議。はあ。ツッコミよりない。いや、知ってんじゃね？ただのボケではないような気がするけど。違うの。どうすればいいんだよ。今のなんだよ。ついた。これっぽいよね。なんだそのツッコミ。クロポックルショ。大丈夫かな。何気に12分経ってんだな。すごっ。
で宇宙人じゃん。紛らわしいんか。そうだねー。地底人か。すげえな。シャンバラっしょ。緑黄色フレンド。1時間経った。父が作った。ダース・ベイダー黒マスク思考思考武士道笹岡さん良かった。大丈夫かな。よし、30分だった。そんなロボにこだわるな。どんな人だよ。なんだそれ。今のでいいのか。くっしゃろこのやつってなんだ。
クッシーだクッシー、そうそうそう、おるやんおるやんおったやん、なんだそれは。強くない？北海道。そうなの？ん？なんで今のが違うの？おいおい、やっと2時間経ったのに。これはきついよ。これはきついよ。やっと来た。陸上じゃないんだな。なんだろう。口先女じゃん。おお、やった、あと1個や、あと1個。猿の惑星やんけ。お、言えた。もしかして運転してないのでは？運転してる？大丈夫？え？あと1個は？運転手おらんやん！運転手は？ミステリーサークル。なんで稲刈りになんだよ。うわぁ、地獄だって。なんか今回あれだね、あの世にもみたいな感じだね。すげえ、3人しか出なかったよ今回。とんでもねえや。なんだこれ、怖っ。いや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 、おい、最後簡単なっつってやん。ミステリーサークルを知らないか。いや、でも大丈夫かこれ。
バス運転手いねえに突っ込むのは違うとしたら最後のミステリーサークル師匠になるでしょ。世にもじゃんこれマジで、世にもだよ。なんかこれっぽいのあったよね。伊藤英明がなんか人を助けるのやめたら時間が戻るっていうやつあったわ。それ思い出したわ。粉の章。なんだこれマジで。今回どうした、何が起きた、びっくりした。怖っ。何が起きた。北海道って不思議なところなんだな。俺10月にさ、友達のあの大学の同級生が結婚するから北海道行くんだけど、ちょっと北海道のバス怖えわ。大丈夫かな。怖い。いや、いつまで続くんだろう。ちゃんと帰ってこれるといいな。ミステリーサークルっていうワード出してくれよ、頼むぞ。なんかちょっと怖いもんを見たな。いやー、すげえ。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、てっぺん第5話、ランプのショーでした。ありがとうございました。ならない。